皆さんこんばんは、石川美代です。今日は何をするんでしょうか。はい、今日はですね、めちゃめちゃ久しぶりの、はい、なんか嫌な予感するんですけど、レシピを見ないで料理を作ってもらおうのコーナーです。ですよね。はい、はい、もう結構久しぶり、多分1年以上ぶりとかですね。1年以上ですよ、記憶ないもん、うん、何作ったか覚えてない。第1回が肉じゃが、あー火通ってないですね。はい、第2回が、ハンバーグ、ほぼ肉だ、焼いただけのやつね。あのソース失敗したやつですね。あーで、結局普通のケチャップかけたやつ、はい、で第3弾となる今回は、きんぴらに挑戦してもらいたいと思います。きんぴら食べたことありますよね。きんぴらは大好きです、うん、けどきんぴらを作るやつはアホだろうとは思ってます買った方が早いだろうみたいな。それは一理あるかもしれないです。あのそう、一人暮らしの人とかがね、あの家族とかで作るの分かるんですけど、なかなか作ろうという気持ちにならない料理ナンバーワンみたいなとこありますよね。確かに、はい、でも今日これ作んないと帰れないですから。いやマジで分かんない、終わってる終わったわ。とりあえず食べ物になるように頑張ろうと思います。そうですね、フードロスは良くないのでね。はい、はい、じゃあ早速やっていきますか。はい、とりあえず手を洗って、いや手はまずごぼうを洗おうかな、どうせ汚れるし。え、ごぼうの扱い方わからなすぎるな。まあ、人参もあんまよくわかんないんだけど、実際人参を先っちょの方だけ使う。誰もうんともすんとも言ってくれない。みんな本当に無言なんだけど。でもなんかきんぴらってこんぐらいのイメージなんですよ、なんか細いやつ。これを包丁で切ってるんですかね。ピーラーではないか、なんたらカッターみたいなのがあればいいのにと思ってます。これウィーンってやつ、とりあえずこんぐらい噛んでいきます。もうちょっとあんまりフードロスしたくないので材料少なめで作っていこうかな。これ人数少なすぎ、少なすぎる。フードロスを怖がるあまり、いやでも他にもなんか材料あるし、ごぼうじゃないだって、きんぴらってメインは比率で言ったらごぼうの方が多いと思うから、とりあえず人参このぐらいにしようか。怖いし、なんせ怖い、つまり短すぎたかもね、これね。まあいいでしょう。きんぴらか、きんぴら好きだけどな、味が思い出せないんだよね、今きんぴら、ごま油みたいなやつ違うか。きんぴらって何味なの、あれ分かんないな、本当に誰も答えてくれないしな、いなくなった。でも火は通すんじゃないかなという予想ですね、これ。火は通すんですかね、生でもいいのかな、きんぴらって。あうち、生ではなさそう。え、これ絶対細くすんの、これ普通に切るしかない。いや、え、どうやって細くすんのこれ本当に。とりあえず切っていくけどさ、細かくしていくということ、なんか多分ミスったわこれ、なんか絶対間違ってる気がする、なんかスライスしちゃってる気がする。いやー、ずれた。ちょっと待って、こんな面、これ一生かかるけど、こんな切るこれ大丈夫、これこういう切り方じゃなくない、これなんか、うん、こうやって割り切っていくしかない。太くね、工作みたいな感じで大丈夫かな、太くねこれ。
でこんな時間かかるのって思って全然切れてない。全然多いじゃん量。全然多いじゃん。おかしいでしょこれ。少ない。え、少なめで始まるんだけど。やばい、爪が切れなかった。もうこれ以上できなそう。いやもうこれで。いや量多くない？え、こんな増えたの人参。え、多いって。増えたでしょ人参。多くね。よかったこの量にして。はい、これよね。これさ少ない。これこれ何What is this? ちょっとわかんない。とりあえず泥を洗うけど、まず切って泥を洗った方がいいよ。これ全部使うの。やった方がいいね。半分。あう。やかましいね。なんてやかましいんだ。おお。これも皮はいらないんじゃない？汚いし。もうけど、じゃあ、でもどこ、もうけど皮いらないの。ごぼうなんて初めて見るんだけど、この状態のごぼう。写真では見たことあるけど、実物こうするのは初めてかな。とりあえず本当にこれそうか、皮はやるよね、さすがに。なんか汚くなった。え、ちょっと待って、なんか汚くない？さっき綺麗だったよね、ここ。え、なんか汚くなったんだけど、そういう感じ？どういう感じ？え、どういう感じこれ。え、なんか汚くなった。私の手が汚いってこと？ええ待って、なんかどうしちゃったの？そういうやつなの？あとダメだ、そういうもんのみたいです。これさどうするのが正解？金ピカボー、こういうやつ。これ絶対できないからやめようかな。え、なんかこういうやつあるよね。そうなると人参もだったんじゃねえ。ちょっとそういうことで、同じ感じでいこう。え、でもこれ同じ感じってむずくない？ちっちゃ私心折れるわ。心折れるのが先なんじゃないか。こう？あ、硬くないしかも。こう持って。あっ！お！爪の表面がジェルネイルがやられる。これ料理ってさ、ネイルしなかったらめっちゃ危なくね？すぐ包丁にやられるじゃん、これ。え、なんか汚いんだけど、洗えてないのかなこれ。汚いんだけど、ちょっと待って。え、なんか汁が茶色いんだけど。そういうもの？大丈夫これ。ごぼうのこと知らなすぎて、心配になってきた。もういいか。え、量多くね。なんか汚くない？ちょっと待って。え、ごぼう茶色いんだけど。え、どうすればいいのこれ。え、そういうもんなのかな。洗ってもこれだったらもうしょうがない。いや、しょうがないや。いつもいっちゃいったん洗っとくかじゃ。え、でも結
たからさ、綺麗だったと思ったんだけど、なんか内部に泥が染み込んでるってこと？拷問ってかわいそうだね。なんかどうしてあげればいいのかな。もっと入れてあげないといけないんだ。あ、でもなんかさ、ごぼうの本あったよね。ごぼうのさ、お風呂の絵本知ってる？みんな、なんかごぼうは最後まで我慢できたの、お風呂。この絵本なんだっけ。なんか他大根とか出てくるんだけど、この絵本知ってますか？皆さん知ってたらコメント欄でお願いしますこのなんか誰が一番なんか長くお風呂に入れるか選手権みたいな絵本があるんだよ。で、ごぼうだけはめっちゃ長く入る。ってことはごぼうめっちゃ火通らないってこと？寝たのちょっと待って。そしてもういっか、もういいよ、大丈夫、こんなもんでしょう。とりあえず火にかけていかないと始まない。何これ、ニンニク？生姜？やんだろそんなもん中火くらい？わかんない。油は？ないの？あ、ごま油。ごま油でいっかな。なんかごま油くらいでするしね。これもうね、噛んでいきますよ、もう。噛んで、失礼いたします。私はごま油が好きだから、私、確かにごま油の味するよね。入れてく。そして、あ、でも、きんぴらっぽい匂いになった。もう、あれ完成。これ何ですかね。日本酒。これ何ですかね。みりん。あ、みりん？みりんも日本酒も入れてみようかな、じゃあ。こんにちは。ちょっと、なんか、焦げた匂い。
味。うん。味はもしないんだけど。少ない。いや、ちょうどいいんじゃないですか。ちょうどいいですよね、はい、きんぴらごぼうっぽい量ですよね。ちょっとじゃあ味見をさせていただいてもよろしいですか。はい、一応工程的に言うとほぼほぼ正解でしたよね、個人的感想ですけど。あ、そうなんですか、はい、まあだから皮は取らなくてもよかったのかなっていうところと、ごぼうこんな汚いのに、あとなんか水でさらすんですよね、ごぼうを。汚いからね。汚いから、はい、てからあるんですよ、そういう絵本が。もうみんなちょっとずっとそっちの方が今ずっと考えてた、その絵本がなんて絵本だったのか。お風呂に入るんですよ、お野菜さんで。コメントで書いてみた。匂いはね、めちゃめちゃきんぴらごぼうです。え、じゃごま油だけできんぴらごぼうになったのかって、はい、ちょっといただきます。はい、うまい。うめえっすイエーイめちゃめちゃうまいきんぴらごぼうです。やったー。え、うまいです。丁寧に切った甲斐がありましたね。これすごいですよ、切ってる時間が一番長かった。うん、あ、うまいめっちゃきんぴらごぼうだ。はい、ということで、なんだか意外と作れてしまったみたいですね。ちょっとごぼう汚いとか言って本当にごめんってなる。でも無事フードロスを作らずに済みました。それが一番安心ですね。美味しくこの子たちを調理することができてよかったです。はい、でもちょっとね、やっぱ私料理は苦手、切るのが本当に苦手ですね。はい、そっちの方が全然時間かかってたと思います。ということで、はい、久しぶりのこの企画で、きんぴらごぼうとかまず全然想像もできなかったんですけど、奇跡が起きました。はい、よかったです。ここまで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。あと絵本の名前もコメントよろしくお願いします。石川美和でした。バイバーイ。